気づくセミナー宇宙大学にご参加いただきありがとうございます。私は司会進行役の夏美と申します。よろしくお願いいたします。本日は1月に続き2回目のご登場、宇宙よろずや超海賢さん、またの名をビルちゃんさんにご講演いただきます。ビルさんは台湾の宇宙ビジネスを牽引し、宇宙ビジネスに関するあらゆる分野でご活躍されていらっしゃいます。なお本日ビルさんは台湾からのご参加です。ビルさん、本日はお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。講演テーマは、なるほど、宇宙建築、宇宙の民主化に向けてということで、最初に私から少しだけビルさんのご紹介をさせていただきます。ビルさんが代表のヘリオックスコスモスは、台湾における唯一の月・地球経済圏の事業開拓をはじめ、人工衛星打ち上げ、台湾初となる月着陸ミッションの推進など幅広く展開されています。台湾の宇宙ビジネスといったらヘリオックスコスモス、ビルチャンさんと覚えていただけたらと思います。さて、本日の講演の録画は後日編集したものを気づくセミナー YouTube チャンネルで公開します。皆様のお顔がもし映ってしまった場合はお菓子を入れますのでご安心ください。次に本日のタイムスケジュールです。講演は30分間、8時半までです。その後は9時まで宇宙ディスカッションタイム。ご質問はこの時間にお願いします。ディスカッションタイムは顔出し必須となりますのでお願いいたします。なお、本日は京都の老舗サプリメントメーカー、株式会社サンクロレラ様にご協賛いただいています。ディスカッションタイムの後半に抽選で1名様にサンクロレラの商品をプレゼントいたします。ぜひ最後までご参加ください。それでは大変お待たせいたしました。なるほど、宇宙建築、宇宙の民主化に向けて、ビルチャンさん、お話をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ですね、忙しい、金曜日の、飲み会を我慢して、私と、一緒にお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。長と申します。よろしくお願いします。ですね、1月も皆さんとお会いしたこともあるんですけども、今回は宇宙建築、自体は何なのかという、話を、軽く説明していきたいと思いまして、皆さんからいろんな意見、コメントを、期待しています。よろしくお願いします。まずは弊社の、簡単な紹介、自己紹介も含めてなんですけども、先ほど夏美さんからのご紹介で納豆が好きですけど納豆が日本に行った時にやっぱり納豆がたくさん食べたんですけども、台湾帰ったら納豆ももちろんあるんですけども、なんとなく台湾のご飯とか生卵とかない、生卵は食べれないですが、台湾ではなので、ちょっと一緒に混ぜて、あと、とろろを一緒に混ぜて食べるのが懐かしいなと思います。まだぜひ、日本に行ったら、朝ごはんはそれで、ぼかぼかと食べていきたいと思います。で、弊社は、台湾で、去年、2021年に、台湾の国立、中央大学と一緒に、国際、月着陸ミッション、との、ミッションの連携を、締結しました。っていうのを、それを、きっかけに台湾の初の、地球と月の相手の、相手の、輸送ミッションとして、なる会社となります。っていうのを、今回、のミッションに対しては、月の南極付近で台湾の大学が開発した電子機器を検証するために、このミッションを参加しました。なので、打ち上げの予定なんですけども、おそらく来年の後半か、再来年の始まりぐらいの、出発の予定です。まだそのうちに皆さんと、ご報告、させていただきたいと思います。で、それからですね、去年の1月24日に、台湾の宇宙局 NSPO の案件で、弊社が、一つ小さい人工衛星を打ち上げた、実績を始めて、
台湾でいろんな本格的に宇宙ビジネスを、活動し始めました。で、去年打ち上げたのは、ファルコン9の、アメリカスペース X ファルコン9の、トランスポーター1ミッションだったんですけども、それを数えてですね、今年1月になってですね、トランスポーター3、4ミッションになっちゃいますけど、来月ですか。来月はトランスポーター4、4号、のミッションになります。そのミッションの、上に、我々が、あと説明しますが、マゴコド X の、宇宙記念飛行の探索が今搭載されていまして、また皆さんに、一緒に、なんていうか、見ていきたいと思います。来月の打ち上げの、予定なんですけど。弊社は台湾ではいろんな、宇宙か、ビジネスを活動をやっているんですけども、宇宙層、はい。それを含めてですね、台湾、今はヨーロッパの、一つ大きな、打ち上げサービスをプロバイダー、と、代理店を、協定してあります。それからですね、日本の、スペース BD とかスペースワンの会社と一緒に、今台湾で、ビジネスを提供しております。もちろん、人工衛星を打ち上げることは、弊社の、業務の、メインの柱なんですけども、それを含めてですね、これは、去年1月24日打ち上げられた写真なんですけども、打ち上げる前の、写真でした。また、弊社が、担当してた人工衛星は、この上の右の上部分の、青の箱に、収まっています。それはキューブサットっていう、超小型人工衛星だったんですけども、それは、ファルコン9の、ロケットによって打ち上げられて、また大体、高度500キロぐらいの高さで、その軌道に放出されました。まだ健在なんですけども、小さい人工衛星ですので、大体50年ぐらい、軌道を回すことになります。これはキューブサットっていう、先ほど申し上げたような、すごく小さい人工衛星です。それは、大学とか、企業とか、電子機器とか部品とか、コンポネントを検証するために作られた人工衛星の、ものですが、これからですね、こういう小さい人工衛星をどんどん、組み合わせて、大きい人工衛星になることも可能です。これはサービスの一つなんですが、打ち上げサービスは、人工衛星はロケットより放出されることのみならず、例えば宇宙ステーションに行って、宇宙ステーションの上から放出されたりとかっていうのも、弊社のサービスの一つです。でもう一つは、人工衛星、人工衛星だけじゃなくて、コンポネント、部品だけ、機材だけ、これから宇宙マーケットに進出する、機材を、検証するために宇宙ステーションに、持って行って、この船外活動、船外プラットフォームに、くっついて、検証したり、半年1年ぐらいの、検証実験をやって、また地球に持って帰るというサービスも提供しております。こういうものなんですけども。これは、宇宙ステーションの上、中で、微小重力環境で、タンパク質の、結晶実験をやる、写真です。実はですね、去年の12月に、スペース X のドラゴン、宇宙船に、搭載された台湾の、タンパク質、サンプル、がありまして、それは、弊社が担当した、案件でした。今はもう地球に帰って、来週の始まりぐらいは、台湾に、持って帰るっていう、予定なんですけども、それからですね、台湾の、
研究機関で、X 線で解析する、分析するという、これからの予定なんですけども、目的としては、ウイルスの構造をはっきり研究して、それからですね、創薬、あるいは、ワクチンの、開発にもつながる、ものです。それは、台湾、初めての、実験です。それからですね、宇宙、記念飛行です。これは、弊社が提供する、X と一緒に、スペース NTK と一緒に、提供するサービスなんですけども、ペットの宇宙層、そして、今、真ん中の、下の部分に、人工衛星の中に、台湾の高校生が書いた、短冊、そして日本の、子供たちが書いた短冊を全部入れて、来月の、ファルコン内のミッションに、トランスポーター4でしたっけ、そういうミッションによって打ち上げる予定です。はい。簡単な、自己紹介を含めて、弊社のサービスを提供、情報を提供しましたけれども、これからですね、今日の、テーマの、宇宙建築とは、何なのかっていうことを、少しは話していきたいと思います。民主化っていうテーマはなんか大きく、聞こえるんですけども、実はですね、今の宇宙建築、宇宙ステーションも含めてですね、去年は、ロシアの、今一番、なんか、ホットな、キーワードとしてのロシア。ロシアは、去年、俳優さんと監督さんと一緒に、ソユーズの宇宙ステーション、宇宙船に乗って、宇宙ステーションで、映画を撮影をしたというニュースもありまして、おそらくですね、これから、宇宙ステーション、あるいは宇宙、構造物に滞在するのは、宇宙飛行士の特権ではなくて、一般の人も行けるような、時代がどんどん来ているではないかと思いまして、それは民主化の、一つではないかと思います。でまずですね、宇宙建築、スペースアーキテクチャーというのを、定義がありまして、それはですね、人間は地球外に、暮らす、地球外に暮らすために、どんな、技術が必要なのか、どんな、考え方が必要ではないか、必要あるかということを、考えてですね、そういうデザインを含めて、人間的な要素を、含めて、いろんな、努力をするのは、一つの、宇宙建築の、目的です。英語は多いんですけども、実はですね、宇宙建築に構成する、宇宙建築を構成するっていうのは、いろんな、キーワードとか要素がありまして、で、一応最も重要なのは、スペースビエクルっていうか、トランスポテーションです。というトランスポテーションの、能力が宇宙ステーション、あるいは宇宙構造物の大きさにすごく制約がありまして、でというのを、それを、乗り越えるために、実はですね、宇宙建築を一番も、重要な目的としては ISRU という、日本語としては、現地調達っていう材料とか、あるいは、いろんな構造が、その当時の、例えば、月面とか、火星とか、そういう、表面に合わせる、風景というか、地形に合わせる、構造物、あるいは、建築形式を、成り立てるというのは、宇宙建築の、最終的な目的です。これは、すごく、大昔の、映画だったんですけども、右側は、月を旅する、をテーマにした、映画だったんですけども、人間が
初めて、宇宙に住むという思ったのはおそらく、月の、表面に住むことになるではないかと思いまして、で左側は、私は去年の、9月からそうですね、10月から10月から、11月の間にアメリカの AIAA の、宇宙建築、学会でそういう月面基地、月面居住空間の、研修を、修了した証明でした。というのを初めてですね、月面建築を設計するあたってですね、いろんな前も当たり前ではないかと思った、いろんな、制約とかいろんな条件を、初めて知りました。というのは、すごく細かい、宇宙建築の、おそらくなんか果てがしない、宇宙建築の勉強です。まあ、宇宙建築が、初めて考えられたのは、その20世紀の、60年代、50年代の後半、60年代の始まりぐらいでした。人間が宇宙進出ができるような、時代になって、で、その人間が宇宙でどう暮らすか、あるいはどう滞在するかっていうのを、どうサポートするかっていうのを、その時から、宇宙建築の話題、キーワードとして、取り上げられました。それからですね、アポロ計画は、月面の方から地球に向けて、一番、頭に、何ていうか、考えられたのは、輸送ですね。っていうのは、何もない、月面にどう暮らすかっていうのを、宇宙飛行士にとって、あるいは、いろんな宇宙機関にとって、一番大事な、テーマです。で、そしたらですね、全部地球で、建造して、宇宙船みたいな、ランダーみたいなものを、で全部打ち上げて、月面に着陸して、宇宙飛行士がそこで暮らす、また、滞在するような施設を、初めての、宇宙建築の、始まりではないかと言われています。で、それからですね、最終的には、やっぱり月面で、先ほどの、こういうものを、乗り越えて、限られたスペースの中で、いろんな、活動もこれから生活にすることにあたってですね、いろんな場面が必要なのではないかと思いまして、こういうものが必要だと、考えられています。これはですね、ヨーロッパの、ESA 宇宙局と、イギリスの建築家、ノーマン・フォースター、さんと一緒に設計したものなんですけども、これは月面の土、レゴですを使ってですね、その地球から持っていったエアロック、そしてそのモジュール、宇宙構造物を、月面のレゴですを使ってですね、それを表面に折って、人間が滞在するような、うちというか、カメみたいな構造物になっちゃうんですけども、これを覆うことによってですね、宇宙船、あるいは、放射線を防ぐことができるようになっています。それからですね、どんどん広げて、一つの小さい、コミュニティみたいな、ものになるっていうのは、これから宇宙建築の目標として進めていくことです。で、もちろんですね、今、とっても、流行っているスペース X の、スターシップっていうのを、活性に得てですね、そのスターシップそのまま、居住空間として使われることもあるんですけども、これはですね、正直、これ全部立ててっていう宇宙船なんですけども、横にするのも、一つの、デザインになっているところです。
なので、まあ、すごく大きい宇宙船なんですけども、その中に、100人を超える、宇宙飛行士、あるいは、一般の人が入るのを、イーロン・マスク氏の、考え方です。それからですね、先ほどの宇宙船を始めて、を中心にして、まあ、小さい、ブロックとか小さいコミュニティを、まで発展するのを、火星の、宇宙建築のあり方ではないかと思います。ただし、本当の宇宙建築というものではまだ、ほど遠いなんですけども、これは、宇宙建築の、最終的なありさまなんですけども、先ほどの、宇宙船を使ってですね、これはあくまでも、何ていうか、短期間の滞在ではないかと思いまして、これこそ、火星の現地材料を、使ってですね、こういうドームみたいな、居住空間を作って、宇宙飛行士を、入ったり、出たりするというのを、火星建築のあり方ではないかと思います。なので、こういうものができるこそ、宇宙建築と、言われるではないかと思います。まずですね、宇宙建築は、昔からずっと、ランダー、あるいは、アポロ計画のランダーとか、宇宙ステーションみたいな、ものに、人間が滞在するのに、やっぱり、人間が、その宇宙ステーションの全部の一部のコンポネントと見られる、なんていうか、見られるではないかと思いまして、なので、これから人間を中心に宇宙ステーション、あるいは宇宙滞在物、宇宙構造物を設計するのに、やっぱり建築機能を発揮しながら、アメニティとか、その快適さを考えなきゃいけないです。これはマスローの、何ていうか、自己、要求、満足の、ピラミッドなんですけども、最終的にはやっぱり、自己実現、ということを、求めている人間なんですけども、今の宇宙ステーションとか、今宇宙船の中で、やっぱり、その下の、二つ部分まで行ってるんですけども、その上は、やっぱり人間関係を築いたりとかして、あるいは、宇宙建築が成り立てた、そういう、コミュニティですかね。っていうのを、一つの要素ではないかと思います。またそうですね、宇宙建築によって、例えば月面建築、あるいは火星建築の中で、特殊な宗教ができるかもしれないし、っていうのを、一つの視野に入っているんです。大雑把に言えば、宇宙建築、あるいは極限環境建築というのは、3つの分野があります。1つは、宇宙空間に、における、建築です。人間が住む滞在機、構造物です。もう1つは、海です。もう1つは、地上なんですけども、砂漠とかということを、含めて、極限環境建築なんですけども、今は、今回お話しするのは、宇宙建築なんですけども、宇宙にはいろんなもの、いろんな要素があって、例えば、惑星表面、あるいは、惑星と惑星の間の空間に、例えば宇宙ステーション、宇宙コロニーみたいな、構造物の中で人間が暮らすような、構造物というのはもう宇宙建築の一部です。宇宙建築、主な、解決する、手法、あるいは解決する、問題点としては、左側は、とっても、人間に、何て言うか、好ましい、環境を緩和するために、真ん中は、宇宙建築の、手法、あるいは宇宙建築の技術を、介入することによってですね、右側は、青の部分がとても快適な人間が暮らす、ことができるような、環境を作ることです。なので、これによってですね、人間がとても、例えば、大気圧がゼロの、宇宙空間、あるいは大気圧が、
100倍ぐらいの、例えば地球より100倍、大気圧がある金星の、上に、まあ、どういった人間が滞在できる、構造物を作るかっていうのを、まあ、宇宙建築の、手法です。技術です。またですね、宇宙建築から、いろんな要素を考えなきゃいけないんですけども、やっぱり、四季。っていうのは宇宙ステーション、今、例えば、今は宇宙ステーションの中で四季はないですけども、常に同じ、温度、あるいは同じ、まあ、環境を維持しているんですけども、大体ですね、45分間1回、日の出、あるいは、日の入り、日暮れになるんですけども、っていうのを、そういう、建築、構造物の中で、人間がどう暮らすか、あるいは人間の、なんていうか、生活の、スタイルはどうな、変わるかっていうのを、宇宙建築の、一つの考えなきゃいけない、なんていうか、対策を出さなきゃいけない、ことです。で、そしてですね、最も重要なのは、重力環境、そして、ラジエーション、放射線、防御っていうのを、一番宇宙建築に対して重要なキーワードになっています。もちろん他には、人口の発展とか、経済とか、宗教とか、文化とかっていうのもあるんですけども、今の宇宙ステーションの中で、やっぱり、機能が一番重要なものになっています。まあ、これはいろんな、要素があるんですけども、先ほど、皆さんに、申し上げたような、放射線防御、あるいは、重力、関係っていうのは、宇宙建築の、あり方に対して、すごく大きな影響を与えています。これは今の宇宙ステーションなんですけども、皆さんもご存知のようななんですけども、これは16カ国が建設したものです。これおそらくですね、前も発表しましたけども、2030年は待機させて、太平洋の宇宙の墓場に、まあ大気圏再突入させるっていうことなんですけども、まあ、本当かどうかはわかりませんが、前も2024年まで行って、それから2028年まで延長されたんですけども、今回は2030年までっていう発表もありまして、っていうのは、っていうのは、まあ、人間の初めての宇宙建築とも言えるではないかと思います。宇宙構造物あるいは火星、月面、建築に、を建設するために、地球上では練習しないといけない、リハーサルを、練習しないといけないっていうところもありまして、それは南極です。これは昔東大の研究室の先輩、南極探検隊に参加して、撮った写真なんですけども、これは、ブリーザーで、の、時の写真でした。本当に人間がとっても暮らすことができない環境でしたので、それをもう考えて火星住宅もそういうことになるではないかと言われています。なので、まあただし南極基地ではいろんな資源、環境資源もあってですね、例えば太陽光、パネルを張って光に当たって、発電することもあって、例えば風力を使ってですね、風車で風力発電も、できるようなところになったら、火星とか、まあもちろん月面は空気がないですけども、例えば火星の、風によってですね、大きい風車を使ってですね、発電することもできないではないかと考えられています。それも一つなんですけども、木材を使ってですね、環境に対するインパクトを、なるべく、最小限にするというのは一つ宇宙建築を、考えるものです。つまり、例えば、
火星とか月面に行ったりとかすることによって、当時の材料を調達して、あるいはその地球から持っていく、宇宙船の機材をなるべく そこで汚染しないように、その火星、あるいは月面の表面に汚染しないようなものが必要です。まあ、これも南極基地の一部の紹介なんですけども、つまり人間がっていうか火星に行ってやっぱりペンギンのような一生なんですけども、すごくひどい厳しい環境ではどう暮らすかというのは、みんなと一緒にくっついて温めるか、あるいはその宇宙船、まあ宇宙船を出てですね、宇宙服を着て、でそこでなんか一つの小さいな宇宙船みたいな環境を作ることもあるんですけども、っていうのももう一つは食料です。これ宇宙建築で、使われた、技術としては、一つは植物工場です。いろんな波長の、LED を使ってですね、その植物を栽培するのを、宇宙建築の、一つの、まあ研究なんですけども、それも、実はですね、宇宙建築に、対して、まあ、5つ、重要なキーワードがあります。一つは、放射線防御ですね。というのはね、例えば、今の宇宙ステーションの中で、まだまだ、大気圏の、薄いところもあるんですけども、これからですね、例えば月面に行って、あるいは火星に行って、太陽からの放射線が、あるいは、宇宙からの、放射線が強くて、どう、放射線を防御するかっていうのを、すごく、宇宙建築の中で、議論されている、ことです。そしたらですね、惑星の表面の土を使ってですね、レゴです。という、呼ばれるものを使ってですね、一定の、厚さを、保有して、そこ、放射線を防御することに、すごく効くという研究があります。もう一つは、孤立感です。というのを、宇宙ステーションの中で宇宙飛行士が、例えば1年の、ミッションにあたってですね、すごく孤立感があるっていう、研究が出てきました。そしたらですね、宇宙飛行士の、心理的な、孤立感を緩和するために、いろんな研究とか、いろんな、建築の中の、工夫も、研究されていまして、っていうのを、宇宙ステーションと、別に、今、例えば、月面とか火星建築に、人が、住むようなことになったらですね、どう、設計するか、どうデザインしたらいいかっていうのを、今までずっと、研究されてきています。で、もう一つは、距離です。地球から、長い距離を、置かれると、すごく補給が、不便ですし、そしたらですね、例えば先ほどの植物工場で、食料、自分で作ったりとか、水は、回収、また、再利用したりとかっていうのを、宇宙建築の、一部なんですけども、っていうのを、やっぱり、自給自足、自足な、環境を作らないといけないっていうのを、宇宙建築のテーマです。またですね、重力、というキーワードなんですけども、例えば地球上では階段が必要です。1階から2階、2階から3階までっていう行くために、階段が必要です。ただし同じ階段の高さは、月面に行った時は、あるいは火星に行った時は全然変わるんですけども、例えば月に行ったらですね、本当にウサギのような飛んだり、またですね、まあそういう歩き方もあるんですけども、階段の高さはやっぱり地球とは変わって、で例えば床とか天井の高さも変わるんです。
それも宇宙建築を、の、研究の範囲です。つまり人間を中心にしてその構造、宇宙構造物を設計するのは、とっても大事な、ことです。今の宇宙ステーションと、全然変わってですね、と違って、今宇宙ステーションはやっぱり研究とか機材の、ものなんですけども、これからですね、人間が暮らすことができるような構造物あるいは建築を作るためにまあいろんな要素を考えなきゃいけないです。で最後、とても重要なキーワードとしてはやっぱり閉鎖的な、環境です。というのは例えば今回のコロナウイルスは例えばそういう、閉鎖的な環境の、中でもし蔓延したらとても大惨事になるんですけども、こういうのも例えば宇宙ステーションで窓を開けたりとかすることもできないんですけども、そういう、閉鎖系環境の中の生命維持システムの、運営とかも宇宙建築の一部です。これは宇宙建築の基本的な考え方なんですけども、まずエアロックが必要です。そのエアロックを経由して人間が行き来することもできて、で、その中で、いろんな、例えば電力とか生命維持システムの、システムが必要なんですけども、つまり人間を保護するっていう構造物がどう設計するかっていうのは、宇宙建築の分野です。まあ、もちろん宇宙建築は、3つの段階が あってですね、クラス1、クラス2、クラス3の、3の、宇宙建築の考え方なんですけども、最終的にはやっぱりクラス3、クラス3ですね、現地、材料調達っていうのものが、必要、とても研究されているものなんですけども、例えば月面の、土、レゴレスを使ってですね、コンクリートを生産するのは昔、清水建設が研究されたものですけども、っていうのを、とても、宇宙建築を考えすることにあたってですね、持っていく機材をなるべく、最小限にして、そこでですね、その場所に合わせる、建築の、形式を作ることを、とても大事です。まあ、宇宙建築は、今の、建築と、まあ、そんなに変わらないと思いますが、ただし、その、難しさがとても、高まっているんですけども、基本的には3つの、建築の設計の部分があって、標準化、そしてですね、構造の、石膏、あるいはその構造の、建設のしやすさ。そしてですね、自由に組み合わせることです。つまり、建築物自身もすごく民主化されているもので、人間が本当に宇宙に行って、その宇宙で暮らすことによってですね、自分自身、あるいはいろんな国の人によってですね、組み合わせて、暮らすことができる建築が、とてもこれから宇宙建築の必要な、テーマです。つまり、いろんなですね、多層な、建築の構造物の、あり方は宇宙建築の考え方です。これは今の、宇宙建築の宇宙ステーションの、構造なんですけども、これからの宇宙建築はこれだけじゃ足りないということです。これもちろん、アメリカとか、日本も参加することなんですけども、こういう、宇宙建築と呼ばれる宇宙ステーションが、まあ、一時的な滞在施設なんですけども、これから、月面に降りることによってですね、長期滞在のための、宇宙建築を考えなきゃいけないです。でも、宇宙建築の中で、とても匂いの管理も必要です。なので、まあ、今の宇宙ステーション、の中でいろんな、何ていうか、匂いが漂っていると、宇宙飛行士からの報告がありますが、まあ、とてもなんか、
先ほど申し上げたような閉鎖系宇宙環境の、生命維持システムの管理、運営もとても重要なキーワードです。これは宇宙ステーションの中の生活なんですけども、若田宇宙飛行士は、まあ、運動したりとかして、シャンプーを、したりとかっていうのを、今の普通なんですけども、これからですね、宇宙飛行士のような健全な体を持っている人ではなくて、例えば、歳を取った人、あるいは、体が不自由な人は、宇宙に行くときに、私自身が昔は、宇宙トイレを、新商社、つまり、体が不自由な、宇宙旅行の人のための、宇宙トイレを研究したことがあります。まあ、いろんな、ことも、調査もやってきましたけども、やっぱりですね、宇宙を、民主化、またですね、いろんな人のための、宇宙建築が必要です。まあ、これも水をみんな飲んでいると思いますが、まあ、これは半分ですね、宇宙トイレから回収されたものですけども、その前、日本の宇宙教師と話したところに、一番とても気難しい時は、多分ですね、自分がトイレから、宇宙ステーションのトイレから出てきて、隣は、アメリカの宇宙飛行士がちょうどですね、お湯が出たところですね。それは自分の 出した分が今、同僚が今飲んでいるかということを、まあ、すごく印象的なんですけども、これからの宇宙、建築が、やっぱりそういう、水の循環システムによってですね、どう生命を維持するかっていうのはとても重要な問題です。これは今の、スペストイ、宇宙トイレなんですけども、とても使いにくいって言われてるんですけども、まあまあ、昔のスペシャルディスタイルよりはもう、かなり改善されていると言われています。まず体を固定しないといけないです。で、これも、月面で、食料を、植物を栽培するという、イメージなんですけども、まあ、同じことになっちゃうんですけども、閉鎖系、生命システムの、設計は、とても宇宙建築の中で、とても重要なキーワードを取り上げられています。食料の、植物の栽培によってですね、人間のストレスを解消することも、研究されています。この写真は、南極基地の中の、栽培場でした。これを見てですね、人間が、宇宙に行っても自然界とのつながりを持ってですね、緑を感じて、その自分のストレスを解消することも、宇宙飛行士の、中から、例えば宇宙ステーション、今、例えば、ハーブを栽培することによってですね、薬を作ったりとか、あるいは、食べ物によに、入れるスパイスを、加えたりとかっていうのも、重要な、何でか、生活の、要素です。まあ、昔からずっと宇宙建築とかっていうのを、考えたらですね、宇宙コロニー、スペースコロニーっていうイメージが多いんですけども、実はですね、こんなでっかい、構造物だけじゃなくて、先ほど申し上げたような、火星の上に、あるいは月面の、表面に、レゴですを使ってですね、もうちょっと、こういう、大きい構造物ではなくて、ちょっと小さい、コロニーのような、住宅のようなものが、これからの、宇宙建築のありさまではないかと思います。まさにガンダムの世界なんですけども。っていうのもあります。はい、実はですね、最後の、になりますが、宇宙ステーション、あるいは宇宙建築を研究するにあたってですね、すべて宇宙で暮らすために、研究された、もの、あるいは開発されたものだけじゃなくて、実はですね、
ある程度、一般の人の生活に還元することも必要な、とても重要な、キーワードです。例えば、浄水器。で、これは、NASA が開発した、ECDIS。つまり、閉鎖系生命維持システムの、水循環システムを活かして、で、小型化にして、家庭用の浄水器にするというのは、宇宙開発の、宇宙建築の、恩恵です。これも含めてですね、なんていうか、検温、検温器ですかね。住宅の、住建器っていうのを宇宙建築、あるいは宇宙開発の、からスピンオフされたものです。これも含めてですね、全部、これは2010年の、チリの、これ地下の、なんていうか、炭鉱の、事故だったんですけども、これも含めてですね、宇宙に、で勉強した、あるいは宇宙で、得た知恵を、宇宙開発で得た知恵を、どう我々の生活に還元するかというのは、宇宙建築のとても、宇宙に行くためだけじゃなくて、一般の人の生活に、改善す、ね、なんていうか、メリットを上げることを、とても重要なキーワードです。はい。最後の一枚なんですけども、昔は、研究してきた宇宙建築は実はですね、災害時、災害の後の、例えば地震、大震災、あるいは大きな、災害の後の建築はどう、自給自足ができるかっていうのを、宇宙建築の一部の転用です。っていうのも、私自身の昔の東大時代の研究でした。っていうのも、宇宙建築までの、つながり、っていう、研究でした。っていうのは、今日はざっくり、宇宙建築、あるいは宇宙建築に必要な要素を、報告しましたけれども、でも、ということで、皆さんに共有させていただきました。ご清聴ありがとうございました。はい、ビルさんありがとうございました。はい、還元ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、今日最初にですね、プレゼント抽選会をしたいと思います。ディスカッションタイムはその後、設けたいと思いますので、私にじゃんけんで勝った人に、サプリメントでしょうか、サンクロレラさんの、はい、サプリメントをお送りします。住所とかあとお名前をこちらに教えてもいいよっていう方のみ、江川さん、はい、お願いします。はい、江川と申します。ですね、リニカという会社で、まあ、いろいろな企業のホームページとか作ってるんですけど、まあ、ちょっと偏った部分で言うと、宇宙関係の、まあ、JAXA さんとか、国立天文台とか KEK とか、まあ、そういったところの広報のお手伝い等をしております。で、ちょっと質問というか感想なんですけども、すごい幅広い話ありがとうございました。話を聞いてて、ものすごい、なんていうのかな、やらなきゃいけないことがものすごいいっぱいあるし、結構直近に必要なことばっかりな、というふうに感じたんですけども、多分、いわゆる我々一般にこう、地上で生活するにあたって、いろんな研究者の方とか、実際にこう、仕事にしている方とかの数と比べて、圧倒的にもう全く足りてないんじゃないのかなっていうふうに思いました。今だから、その一人の人がもうありとあらゆる分野にこう、なんていうの、手を伸ばしつつ、気にしていかなきゃいけないような状況になっちゃってるのかなって、今話した中の一枚のスライドの中の一部分だけでも、日本だったら何万人か、それに携わってる人がいるとか、そういう状態なのかなっていうふうに思って、すごい、可能性がすごいのに、なかなか入っていくのも難しいし、入っていったらいろいろなことがあるんだろうけども、それが商売につながるかどうかまだわからないみたいなところが、
すごく感じたので、なんかこう、チャンスともあるし、不安もあるし、みたいな、そういう感想を持ちました。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、今の宇宙建築っていうのは、まだまだ、早いかもしれませんが、で、これからは、一般の人も、今宇宙旅行が入っているんですか。で、その宇宙旅行によってですね、宇宙を進出する人がどんどん増えていく、時代が来る、来るとしたら、やっぱり宇宙建築を、人間を中心にして、宇宙構造物を、設計することも、とっても重要だと思いまして、もちろんですね、台湾では宇宙建築という分野で、もう正直食べれない仕事なんですけども、まあ今の会社も含めてですね、宇宙建築の視野を先に置いて、それまあ見据えてですね、これから人間がみんな宇宙で暮らせるような生活を、あるいはその途中でどんな技術が必要なのかということを、そういう開発にとても携わっていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他にご質問ある方、はい、大野さんお願いします。あ、大野さん。こんばんは。こんばんは。田島建設の大野で設計やってます。あ、今日は火星の別荘から、つないでます。今あれですかね。火星マーズグラスの中の火星のすごいというか我々はどっちかというと地球である環境を宇宙建築でも実現して、ものすごくこう人工的なものを考えがちなんですけれども、翔さんが理想とされるところは火星のレゴリスを使った非常にプリミティブな住宅環境が理想だとおっしゃってたような気がするんですけれども、あり方としてはやっぱりあまり人工的なものよりもその粘土を練ったような、はい、ああいう風な方が理想だとお考えなんでしょうか。ちょっとそこが意外だったんで、うん、そうですね、私自身が宇宙建築最終的な形としてはやっぱりですね、トートーシーという宇宙飛行士がその着陸して、その何ていうか、すごくなんか先進的な技術を作ったりとかして、あるいはその使用したりということではなくて、ホームレスみたいな、っていうのを実はですね、私自身がそう考えています。つまり、もう一つの惑星の上でもう一つの文明を作るっていうことを、実はですね、宇宙講師のような、すごくなんか、エリートみたいなものではなくて、すごくなんか貧しい、環境の方から、まあ、いろんな資材を、収集して集めてですね、そこから、環境、その住宅を作ることになります。というのは、今考え方ではないかと思います。わかりました。ありがとうございます。なので、スペースコロニーみたいな、大きいものはもちろんなんですけども、その惑星の表面にいたらですね、とっても、そうですね、まあ、ホームレスというか、なるべくゴミでも、再利用できるようなものになります。昔の人類がそうだったように、壊れた時の自分で手で直せるとか、そういう土着的な発想っていうのが非常に大切だなと思いました。ありがとうございます。そうですね。はい。宇宙船自体も解体されたりとかっていうのは、生活の一部の資材にすることも、可能ではないかと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、斉藤さん、お願いします。はい。聞こえますでしょうか？あ、聞こえてます。宇宙建築の前の例として南極の建築も出していましたが、はい、南極の場合南極条約というルールで南極で発生したゴミは全部持ち帰らなければいけないらしいんですね。そうですね。はい。はい。で宇宙例えば月とか火星で仮にそういった現地の環境を守りましょうというルールができた場合、
まあ、ゴミは、まあ、なるべくビルさんがおっしゃったように、まあ、リサイクルした方がいいかと思いますが、それでもやはりリサイクルしきれない残ったゴミとか出るかと思いますが、そういったものはどのように扱うのでしょうか。例えば、まあ、少しお金がかかるかもしれませんけど、頑張って地球に持ち帰るのか、例えば月とか火星の周りの軌道に上げるとか、そういったどういった処理をするのでしょうか。そうですね、それまさに宇宙ゴミですね。宇宙の惑星の表面からたくさん出たゴミなんですけれども、ですね、なるべく再利用、リユースすることか、あるいは埋め立てるかっていうようになっちゃうんですけども、もちろんですね、状況によってそこまではそういった研究はまだされていない、部分もあるんですけども、小野さんは非常にこれからこういうそういう分野も一緒に考えていきたいなと思いますね。小野さん、僕ゴミ処理はどうこれからどうされますか。ゴミ処理の問題は法律的な問題がありまして、はい、スペースデブリがそうなんですけど、はい、ゴミになったからといって各国が所有権を手放してないんですね、今は。そうですね、だから、うん、ゴミだと明らかに誰が見てもゴミでも、いやいやそれ我々の資源だから、我々の資産だからって言ったら誰も触れないんですよ。そうですよ、そうですね、だからどう処理するか、誰の所有権っていうのは法律をもっと整備しないといけないですね。そうですね。